はい、それではシベリウス交響曲第2番の解説を始めていきたいと思います。この第2番はですね、もうシベリウスの中で一番、人気が高いシンフォニーとしても知られていますので、ここも、これから、数回に分けてたっぷり解説していきたいと思います。で早速、第1楽章から、始めていきますけれども、まず、ここは最初は普通の D ですので、これはまあ大丈夫ですけれども、これはまあ開放でも結構ですけれども、できれば、押さえて取っていただくことを、私は進めたいと思います。そしてもう一つ、ここ気になるのは、最初、もう冒頭をダウンで入るのか、あるいはアップで入るのか、これが、非常に迷うところなんですけれども、どうしても、まず最初から見るとどっちにするかっていうのはなかなか決めづらいところがあるんですけれども、そういう場合は飛ばしていってずっと進んでいきまして、13小節目ですね、ここの、これあるんですけれども、ここを、最初の前の小節がクレッシェンドをついててディミネンドになってます。でもディミネンド書いてますので、できれば、ここをダウンで弾きたいというふうに、そこをまず第一に考えまして、そこからずっと、弓順を逆算していって考えていきます。そうすると、冒頭最初をどうするかというのが決まってくると思いますので、一遍皆さんで、試して順番に逆算して、考えていただきたいと思います。はい、そして、その後は大丈夫ですね。17からなんですけど、ここはピチカットで、ここも自信がある方はもう全部、あえてその上の弦も押さえて弾いていただきたいと思います。はい、その20からも同じですね。そして、27からなんですけれども、タイがついてますけれども、最初だけタイがついてまして、あとその後はずっとついてないんですけれども、ここも全てタイがついているというふうに考えていただいて、この弓順を続けていければ問題ないと思います。そして、その次ですね、51なんですけれども、ここは A なんですけども、これかなりどこまで伸ばすかっていうのが C 社によっては、テンポは様々ありますので、なるべく最初で使いすぎると最後フェルマータで弓が持たなくなってしまいますので、できればなるべく、弓のスピードは遅めにして、なるべく弓のスピードを遅くして、フォルテからの、ディミネンドを聞かせるということですね。指揮者が返していいっていう、指示があれば、それはもう返していただいても結構ですけれども、できれば一指で言っていただければと思います。はい、そしてその後も、ずっと同じなんですけれども、その次ですね、65ですね、この、ディビージのピチカート、まずこの、下のパートは解放で大丈夫なんですけれども、上のパートですね、アウトのパートはこの、3度、この音程もしっかり下の、両方弾いてしっかり音程が合ってるかっていうのを確認していただきたいと思います。今D線で弾いてますけれども、こちらは D線でも構いません。こっちで弾く場合は必ず3度下のアームを弾いてしっかり音程が合ってるかっていうのを、しっかり確認していただきたいと思いますし、またある子でも、音程を確認していただきたいと思います。はい、そして、その次ですね、74からなんですけれども、ここはかなりポジションが悩みがちなんですけど、まず最初はですね、第2第3の中間で、ここまで一つのポジションで取ります。第一ポジションに戻って、そしてあとはもうほとんど第2第3か、第1、このオイルを中心としたポジションで取れます。その後も同じですね。そして、ここもここ結構難しいんですけど、まず2、1、4、1というふうに取ると、スムーズに取りやすくなります。その後はもうあとは、第一ポジションとを中心に取ります。ここまでもう一つ、同じポジションで取れますので、特に最後の、
リッチ・カートンのこの冒頭ですね。ここをこういうふうにハーフポジションと中心で取ってしまうとかなりもう、目まぐるしく左手を動かさないといけませんので、必ずここは第2第3の中間でこのように取っていただきたいと思います。はい、今日は、こんなところになりますね。いかがでしたでしょうか。まあ、かなり、今日はたっぷり解説しましたけれども、これかなりまあ、ポジションが大変なところはもう一番最後に出てくるんですけれども、それ以外はかなり、テンポに C 社のテンポを、しっかり見ながら流れをつかんでいただくというそういう学習になりますので、しっかり、個人の練習だけでなく普段の合奏の練習でもしっかり、テンポをつかめるようにしていただきたいと思います。はい、第1回は以上になります。ではまた次回。